運営さん。運営さん。また悪い癖出てるぞ。どうも、馬です。今回なんですけど、ハロウィンリデルリラが早々に復刻して、炎上している件についてお話ししていきたいと思います。えー、ツイッターの方でまず先行であったのかな。 あの、ハロウィーンリレルリラの復刻ガチャが来るわけなんですけど、早いよね。復刻早いよね。これ、デジャブですね。夏のね、水着リリシュの剣に似てるよね。まあ,あ、リレルリラが開催あって、期間終了しました。 じゃあ普通は次のハロウィンか何かのイベントの時にもう一回出しますっていうのはわかるよ。早いよね、復刻。早いんよ。ああまたやってますか、ふもやさん。やっぱり、水切りリ,リッシュの時、懲りてなかったんですね。メンタルが強いんですね。<laughs> あすごいですね。まあ、 監突した人はね、もう目をつぶっておきましょう。うん、もうこれ見なかったことにしておきましょう、うん。ショップ更新で原動石を吐き出しまくった方、見て見ぬふりしておきましょう。まあ、今回、あの復刻期間が4日なんですよね。まあ、例えばレベル89で止めてる方、4日間で200個かけら集めないといけないんですよ。 あとちょっとで貫突できるっていう方はね、まあ本当に歓喜だと思うんですけど、言うて4日ですからね。あってないようなものなんじゃないでしょうか。だから今回は前回みたいな大炎上ではないんですけど、やっぱり信用問題に関わることですよね。 だったら、リレールリラの期間を初めから4日間伸ばしておけばよかったですよね。わざわざ復刻せずに。俺はそう思うんですけど、どうですか。まあ、いつも通りの幻影戦争って言ったら、まあそれで終わってしまうんですけどね。まああの、ハロウィンリレールリラね、いや、めちゃめちゃ強いんですよ。 だから、ねあの強さをね、まあ皆さんにもね、ほんまに体感してほしいんで、まあ本当に4突とかで止まってる方ね、この4日間で、ぜひとも完突まで行ってほしいですね。もうすぐね、1周年来るんで、ちょっとね、原動石、貯めておかないといけないとは思うんですけど、あいつは強い。リレールーリーではマジで強いっすよ。 うん、今日俺、ギルドバトル、ハロウィンリレルリアと当たって、星ゼロでしたから。